卒業生にわいせつな行為をしたとして静岡文化芸術大学は昨日50代の男性教授を懲戒解雇しました。懲戒解雇の処分を受けたのは静岡文化芸術大学文化政策学部の50代の男性教授です。大学によりますと、この男性教授は2017年9月近況報告などのために研究室を訪れた卒業生に対してわいせつな行為をしたということです。去年9月卒業生からの相談があったことで事態が発覚しました。静岡文化芸術大学の横山俊夫学長は、このようなことが二度と起こらないよう全学で取り組んでまいりますとコメントしています。